続きまして第2部火力戦闘を行います。第2部訓練戦時は正体不明の軍事組織赤部隊からの武力攻撃に対する火力戦闘の一連の行動です。訓練参加部隊は第7普通科連隊第5中隊を機関部隊として第3師団零下の第3特化隊第3戦車大隊第3偵察隊および中部方面航空隊です。それでは状況を開始いたします。敵情を解明するため第3偵察隊の偵察小隊が天野の第1隊の偵察のため侵入します。7連隊こちら偵察隊天野の第2陣地らしき一帯を確認火力による威力偵察を実施する。7連隊こちら偵察隊天野の台において人生の障害と思われる雪上網を確認。偵察部隊の活動により敵の陣地地域が判明しました。関越だ。東京の青箱の方向をご覧ください。青箱の位置には狙撃手が待機しております。続きまして関越台右側赤箱の位置をご覧ください。中隊長こちら狙撃手敵指揮官を発見狙撃する。中隊長了解。中隊長こちら狙撃手狙撃任務完了離脱する。中隊長了解。臨時攻撃を命じました。天田の台一帯の奪還に関する中隊攻撃命令。中隊は天田の台一帯の敵を撃破し当地一帯を奪取する。了解。中隊は攻撃準備を開始しました。当初火力戦闘部隊が展開します。陣地占領の様子をご覧ください。ただいま侵入してきた車両は普通科中隊に装備される87式対戦車誘導弾通称スーマットです。次に侵入してきた車両は120ミリ迫撃砲です。次に侵入してきた車両は第3特化隊が保有する155ミリ榴弾砲通称 FH70 です。最後に侵入してきた車両は81ミリ迫撃砲分隊のサブロおよび4分の1トントレーラーです。後発部隊の説明をいたします。左手のキーハトの位置をご覧ください。現在射撃準備中の120ミリ迫撃砲は普通科部隊が保有する火砲で最大の口径および火力を有し、ここから綾部中心まで射撃することが可能です。次に中央左手のキーハトの位置をご覧ください。155ミリ二刀流弾砲 FH70 は通常大型車で機能して走行しますが、近距離の場合は砲単体で自走し移動することができます。またここから前鶴付近まで射撃することが可能です。次に左手前のキーハトの位置をご覧ください。普通科中隊が保有する81ミリ迫撃砲 L16 です。ここから荒賀付近まで射撃することが可能です。通常後発部隊は第一線部隊のはるか後方の地域において展開し、ご覧いただいている報道をしますが、戦時地域の都合上同一地域に展開しております。
大将、火力戦闘部隊、射撃準備完了、即座射撃命令、大井川3600、高橋800、1名、装填まで、大井川3500、高橋1052、1名、装填まで、中大将、準備よし、こちら中大将、了解、攻撃準備射撃、開始、即座了解、弱く了解。特化の空砲射撃を行います。非常に大きな音がしますので耳を塞いでください。敵状態、敵陣地前方の障害処理を実施を、敵状態了解。作業総隊が障害の処理に前進しました。施設作業総隊は障害の処理および準備の構築、地雷などの爆発物の撤去を行う部隊です。戦車、了解。攻撃部隊の戦車が侵入し、対地砲戦闘を実施します。戦車が侵入後、連続で空砲射撃を実施します。非常に大きな音がしますので、耳を塞いでください。
します。中隊下車ステージ開始。各部隊は練習異常の有無を確認しよう。全隊長、こちら中隊長、天田の第確保。了解、任務達成。以上で訓練展示を終了します。